Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! いやまあ俺はもう本当にそっち派の考え方ってだけで、まあちょっとね、まあ、でも確かにみんなの意見を聞いてるのが2時間人の衛星を殺すことを楽しかったで済ましていいとは思えない、はい、いや俺もねマジでそういう意味ではマジでそうなんですよね。なんかこのボスがやれって言った時にそれが間違ってることだと思ってやめる人間がいないことを僕は、あ、オールインと関係なくお話ししたくて、これはそういうことですよね。どうしたの？兄貴の中の決断とですよね。自分で考えろよ。いや、わかるんですけど。いや、だからなんとなくそんな気はして。いや、ちなみにね、はい、兄弟の絆を切った時はね、こんなこと考えてなかったよ。そうなんですか。うん。なんかくしくも、ちょうど良くなっちゃったな、タイミングが。ちょうどいいとか言わないでください。頑張って探せよ。俺ずっと探しますわ。もうそんないっちゃん最初に見つけますよ。待っててくださいよ。マジで頑張れよ。マジで待っててくださいよ。なんだあのなんかすごい強だかな、あれテリポートにすごいやりやすそうな強だって。つきませんよ。ちなみに、ミコダのダウンは何？俺は、ナシマさん探せって言った時に探さなあかんから、その時に俺を頼ってくる子がいるための伏線で最初に電話してきたんかも。まあ、どっちみちイベントテロだよ。俺何もできんしな、今。まあまあ、なんか大まかがわかんないけど、とりあえずナシマさんがオールインを止めないとダメだった状況には変わりないんじゃない？どっちがどうとかじゃなくて、ナシマさんが止めたっていう事実で十分だと思う。どっちが熱くなったかは知らんけど。必要ないんだよ。何も背負ってないよ。僕は正しいと思ったことする。そうだけど、警察、早く引っ張って。無理しないで。見つかるだろう。無理しないでね。わかったわかった。なんかやばかったら連絡して。警察頼んないとまずかったら言うよ。お前オールインのメンバーみたいな。やめろ、お前警察だろ。警察とギャングはミスターブラだよ。違う、分かって、許せない、マジで許せないんだけど。無理しないで。無理はしてない、無理はしてない。うん、分かった。じゃあナシマカナは自首して、うん、ヤーマナです。おお先生。今まあウエスカさんから電話もあったと思うんですけど、はい、うちはナシマさんをかくまう方針になったんで、はい、あ、何かあった時に。いや、そんな、あ、そうです。僕が例えばナシマさんダウンしたのを見つけた場合は、アンブレラのアジトに、あ、なるほど、一旦かくまったりして、安全を確保します。わかりました。それでなってオールインとことを構えることになった場合は、うちはことを構える体制方針になったんで。そんなにしてもらって悪い、はい、いや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 、服がかかる。これは今後どうなっていくか分かんないですけど、オールインもオールインでなんかいろいろあるみたいな、ちょっとどうなるか分かんないですけど、そうなった時はもしかしたらお世話になる可能性もあります。なんで一応一歩伝えておきます。わかりました、ありがとうございます。困った時はいつでも連絡ください。はい、ありがとうございます。はい、なんかママが撮ったやつで。もうええやん、傭兵アンブレラ入れや。おかえり。夕方ないけど大丈夫ですかね。バッグって最近どれぐらい入れてるの？トイレ前必要だったら取るし、2個でいいんだったらそれでいいし。
ボスやりたいのは譲ったるがな。やれ。普通にさ、はい、もう大犯罪者なわけやん。昨日あんなことしてオールイン。あんま襲撃っすからね、何があったか。で、病院、病院の方にも襲撃とかしてさ。病院にも襲撃？ここにいる人を、ここに来たが救急隊も殺したりしてさ。え？その人たちが病院に来て怪我治してくださいって言われたらどんな気持ちなわけ？確かに。それも確かにそうっすね。複雑っすよね。治さないとかいう選択肢も出てくるんだろうな、きっと人によっては。まあそれだけのことがあったんですね、昨日。まああったと思うよ。思っても仕方ないような。仕方ないと思うよ。襲撃が。この町永久指名手配犯っているからな。まあ確かに。まあでも、まあ、それはそれか。これはこれ。やってることはもうそんな感じだけどな。理由？はい、バチバチしてる理由。何？か武器が押収されたからみたいな。武器が押収？はい。当たり前やん、武器押収は。捕まったら。かボスかなんかが武器押収されてムカついたからなんか襲撃してるみたいな。なんかあれか、普通に捕まってたミッションで捕まったわけじゃなくて、普通に通りかかって通常時にそう通りかかって職質で武器押収されたってことみたいな話だと思います。当たり前だろ。でもそれはポリスには押収されるだろだみたいな話はさっき言ってました、うん、当たり前かじゃ当たり前じゃない感じ出してるけど当たり前だろ。だからそんな理由なんだってなってました。しょうもね。人間は愚かです。だって違う何怖い怖いです。気まずいって言ったのはうさぎさんじゃないか。いや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 、そんなことない。いや俺は二人に気まずくなくなってほしいからさ。気まずくないでしょ。全く気まずくないでしょ。あ、そうなの。え、私が半年ぶりに帰ってきたことが気まずいってことですか、うさぎさん。え、うさぎさん違うでしょ。違う。ごめんって。あ、ビンゴ。本当に全部ビンゴビンゴ本当にごめんなさい。私も本当にいろいろ反省してるし、これから真っ当に生きようと思っています。この街で本当にごめんなさい。 BMC ドロドロ。本当にごめんなさい。みんなで仲良く私に本当に気まずいって思ってた。ありがとうね。おーいおーい。ん？2番固定？1、1。あ、1でいいの？俺らが、うん、あ、そういうことね。そう、移動しなくていいってことね。そう。事件警察…やばい。どういうことですか。襲撃襲撃。了解。敵っすか。なんで襲撃されてんの。危ねえ。襲撃か。もういつでもいいぞ、もう。絶対に許さんぞ。俺は切れてるからな、実は昨日、まあ、警察署の屋上を取られたらもうどうしようもないですね。どうしようもないよ。取られたんですか。取られた。それはエグいな。どっちかというと何時間も置き去りにしやがって。まあ、確かに警察署の屋上を取って駐車場のあそことかにずっと置かれたらもうどうしようもないですもん。詳しいなお前、いなかったのに。いや、例えの話ですよ。あ、例えか。はい。ね、今日もんちゃんから電話かかってきた。来てない。来てない。私電話かかってきて、うん、もうへらってたよ。え、どうしたの。え、ナシマさんの件知ってる。あ、知ってる知ってる。あ、知ってるんだ、それは。うん、ああそう、それで減らっててもうどうなってもいい状態だったよ。あの、そうなの。ゴンさんになってたね。モンさんになってた。なんでなんで。もう、わかんないけどモンさんになってた、完全にもう何、どうなってもいいみたいな。参ったな、それは、うん、そうかそうか。そう、なるほど。だから、なだめといた、一応これからね、島も変わるからって、そこからどうなるか分かんないから、とりあえず解散とか言わずにね、やりなよ。今日は何してたの。今日はね、うん、犯罪。
バカ。すみません。何してんの？元気でね。あれ？まあぶっちゃけ他はどうでもいいな、うん、別にボスが間違った時に、うん、ボスを止める組織じゃなくてそれを助長する組織なんだったら全員死んだ方がいいなと思ったから殺した。なるほど。ボスはわかる。ボスが止まんないことに関しては何も思わない。だって当事者だしね。そうか、うんうんうん、ストッパーに慣れてない構成員たちが異常だったと感じたってことだよね。うん、多分あの脳みそ使わずにボスの言うことは絶対だけを考えてるだけだから、うんうんうん、僕はね、うん、そんな組織にいるよりもその組織の外の方がボスのこと一番にできると思うよ。なるほど。って思ったから感想聞いて楽しかったしか出てこなかったから全員殺した、うんうん、よかった一発で沈んで。2発目必要だったらリローダーに殺されちゃうかと思ってどうしたかと思った。Hello. Hello. Hello. Hey. Hello. Hi. Angel, is it? Yes, Angel. Hello. Yeah, you're right there, Angel, while I finish my phone call, yeah? Yeah. And as you make me fucking wait to you! Sorry, sir. I'm very sorry, sir. I'm not talking to you, Harold, you prick! I'm talking to Angel in front of me! I'm like fucking loyal, Harold! お前らと同流したから任せてくれ。お前ら何やってんだ！おい何やってんだ！お前ら発砲するぞ！おい、これだけ OK。 おい何やってんだお前ら！発砲は一応まだかな。おい送ったらそのせっかく集めるじゃなくて何してんのって。私も本当にいろいろ反省してるし、これから真っ当に生きようと思っています。この街で本当にごめんなさい。本当にうさぎさん本当にごめんなさい。みんなで仲良く私は生きていきたいです。本当に気まずいって思ってたら本当にごめんなさい。ありがとうね。おいおいお前